東野省庁は、千葉県北東部の香取地域に位置し、香取郡に属する町。中世の荘園、東荘にちなんで、東野省庁と名付けられた。大利用水古くは、香取界に面した重要な地であり、古代においては、道の区国へ通じる交通の要衝であった。平安時代中期、長元2年の平忠恒の乱で、暴走一帯が忠恒の支配下に入り、 当庁の中央部に残る大友城跡を忠常の居城に否定する説もある。乱は数年後には平定され、忠常は降伏したが子孫たちは処刑されることもなく、千葉市と称して暴走一帯に繁栄した。その重要な根拠地として、東野省があり、源頼朝に重心として使えた千葉純種の第六下狙いは、東氏を称して、 東野省を根拠地とし戦国期に至るまで歴代に渡って繁栄し、その総鎮守として東大社が数敬された。この神社の遠隔は古代に遡るもので、平安時代末期以来伝えられている20年に一度の長市街川浜までの御腰行列が土居する新仰祭が今なお続けられている。近世に入り、千葉市一族であるあず氏もここで没落し、 徳川市の関東入国後転生検知が行われた。当地には、後の尾身川藩書大藩主、松平家忠が藩主となった、城代藩が短期間置かれただけで、家忠後大,大名は配置されず、幕府直轄地や大名、旗本の小規模領地が複雑に入り組んで配置され、幕末に及んだ。江戸末期には、天保水古殿のような事件が発生するなど、この地に幕府が横行したが、 その一方、学問も盛んで、江戸後期には、平田厚種が登竜したこともある。また旧笹川村からは、林半兵のような和参家も排出されている。明治維新後、笹川村、神代村、東条村、吉村が形成され、商業、水産や農業が盛んとなった。昭和6年には国鉄成田線が、笹川まで延伸され、同8年には、 下草立花を経て松木島で開業した。当時茨城県側からは、渡し船で当地と連絡しており、交通、教育、小取引の面で関係が深かった。その後、昭和30年7月には合併により、当庁、当の省庁が誕生する。昭和46年3月に、当庁と利根川対岸の上栖市にまたがる、園外防止と水資源確保を目的とした。 全長約1キロメートルの東洋一の川口関で、ある利根川川口関が完成した。また、対岸の神栖市や鹿島市などで、昭和30年代から鹿島臨海工業地帯の開発が行われ、それに伴う人工増により、東町内にも住宅団地が造成されるなど、現在も利根川対岸の茨城県との関係が深い。当地には鹿の戸村があったが、 これはもともと鹿の私であり、鹿島神宮の神禄が、香取神宮との往来の際に、ここを通過したからだと言われている。春日大社に鹿島神の文霊を勘定した時も、文霊を鹿に乗せて、ここを通過したとも。源の頼朝が鹿島神宮に自ら参拝した時には、この地のあず氏市の館に宿泊したと言われている。鹿島神宮から南下して、直線距離で一番。 近いとね川の都家店は、あずま市の居城とされた森山、塚山城跡にあたる。古くは高持王の子で、千葉市の祖平ら文がここに拠点の一つを置いていたとされる。また、千葉常種もここを、下佐高野台、桜、千葉などと並んで拠点の一つにしていたらしい。常種は、陸奥の種来にここを与えたのであるが、その後もここは、 しばしの求心力のある土地であり続けた。笹川村の鎮守である、笹川諏訪神社の空自家は、香取大宮寺家と親戚であった。また、同神社に隣接する、延命寺は、鹿島神宮寺の末寺であり、この土地が古くから、鹿島、香取両上宮と縁が深かったことが伺える。室町時代に起きた隣郡の鹿島市の内紛では、当主の鹿島木幹が一時、 アズ氏を頼って逃げてきている。重複するが、千葉市との関わりがこの土地は強く、須賀山城跡の側にある、東福寺は、実質的な最後の千葉宗家当主であった千葉国種が、環状会を行った寺である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、6.61%減の14,152人であり、増減率は、 千葉県下54市町村中43位、60行政区域中49位。県政、編集国政、編集大技、夏目の水田地帯機関産業は、第一次産業が盛んである。金融機関、編集人口1000人あたりの犯罪件数が、千葉県内で最も少ない中学校、編集、カテゴリー、等の省庁も参照。ありがとうございます。